2013年の戦勝パレードで金日成広場を更新する舞台金正日と金日成の肖像はこの国の軍事パレードにもよく登場する北朝鮮の軍事パレードでは朝鮮民主主義人民共和国の首都平壌で1948年から行われている軍事パレードについて述べるすべての軍事パレードは朝鮮人民軍と 純軍事組織である老農赤衛隊によるもので、最高指導者や党、国家、軍部の幹部らが出席の上、平壌の近日清広場で国家行事として開催されており、これらのパレードは朝鮮中央テレビで放送されている。一般的に信じられている通年に反し、ほとんどの軍事パレードは5年、または10年に一度の記念日もしくはジュビリー年に開催されている。 パレード参加者の多くに特別な記念メダルが授与されるだけでなく、所属する兵士にも一定の装飾が施される。朝鮮人民軍総兼備に開催されたパレード、最初の朝鮮人民軍のパレードは1948年の軍総拳の当日、平壌駅前で行われ、パレードにはソ連第25軍とソビエト民政庁の将官たちが出席した。 金日成が最高指揮官を務めたパレードの第一部には約2万人の北朝鮮兵が参加して注目を集めた。県軍を1932年まで遡ることになった朝鮮人民軍40周年の祝典の一環として行われたこのパレードは最初のそれより多様な部隊が参加し特に機動不評が含まれていた。平壌防御司令部所属経験のある亡命者が後に 語ったところによれば、女性将校がパレードの後に注水が破裂して倒れ、上官から注水炎を隠していたことを褒められたという。1992年には朝鮮人民軍県軍60周年記念パレードが開催された。2万人以上の現役軍人と1200点以上の兵器、そして北朝鮮のすべての退役軍人が参加した。 朝鮮人民軍最高司令官の金正日は、この軍事パレードの際に初めて公の場で発言を行い、英雄的朝鮮人民軍の将兵諸君に栄光を、あれ、と述べ、広場の群衆から大きな拍手が送られた。ソ連式のガチョウは思考を含む最後のパレードであった。新人の五神宇元帥が基調演説を行い、同じく新人の金光鎮自殺がパレードを指揮した。 朝鮮人民軍75周年を記念したパレードが行われた。当時朝鮮人民軍総参謀長であった金閣職大将が基調演説を行った。3時間遅れでパレードの模様が放送されたが、これは金正日総書記の欠席が理由ではないかと専門家の間では推測されている。朝鮮人民軍81周年を記念したパレードが行われた。 このパレードは、節目の年以外に開催された数少ないパレードの一つであった。前年に行われるはずだったパレードは、人民軍総研記念日の10日前に、近日制生誕100周年記念パレードを行う形に変えられていた。このパレードは初めて金州山太陽宮殿の前提で開催されたもので、兵士の行進のみで終わり兵器は登場しなかった。朝鮮人民軍の 各方面の司令官が報告を行い、彼らの地域の軍事状況について語った。2018年、現時点の県軍記念日である2月8日に、朝鮮人民軍70周年が祝われた。記念日が2月8日に戻ってから初めて行われたこのパレードは2018年ピョンチャンオリンピックの開会式に意図的に合わせる形で行われたのではないかと推測され、 同じ頃韓国のピョンチャン軍では南北合同選手団が共に入場行進していた。この軍事パレードには朝鮮人民軍の兵士1万3000人が参加した。建国記念日に開催されたパレード、建国40周年を祝って行われた。1989年公開のポーランド映画、金日清のパレード東欧をの見た赤い王朝は、 ポーランド人民共和国政府から派遣されたアンジェイ、フィリックによって制作された建国40周年パレードのドキュメンタリーである。中国国家主席の楊将婚やブルガリア首相のゲオルギア・タナソフが観覧した。建国50周年を祝って行われた。合同学隊は北朝鮮全域の陸海空3軍の軍学隊から構成されていた。 独立55周年を記念したパレードはそれまでの10年以上のうちで最も大規模なものになった。事前の予測は、外れ、1時間半続いたパレード中に新型ミサイルは登場せず、中距離ミサイルのみが姿を見せた。このパレードは1976年から1977年まで北朝鮮首相を務めた、牧西鉄が、公の場に姿を見せた最後の機会となった。 共和国建国60周年を祝うパレードに、金正日総書記が姿を見せなかったことが注目を集め、彼の健康状態についての憶測を呼んだ。アメリカの複数の情報機関は、金が脳卒中になった後、重篤な状態である可能性があると見ており、パレードを欠席した理由であるとしている。パレードそのものも、老能赤衛隊のみの参加で行われ、 更新と兵器の隊列に人員と装備を提供した。独立63周年を記念して行われたパレードは、金正日総書記と後継者の金正恩が共に登場した最後の機会であった。このパレードは、金正日のロシアへの公式訪問からの帰国後に行われた。2008年と同様に、老能赤衛隊がパレード部隊の大部分を占めていた。 共和国建国65周年を記念してパレードが行われた。2018年北朝鮮は建国70周年を迎えた。パレードでは利益地大将が検閲を行い、新型迷彩偵察者の導入が見られたが、異例なことに大陸間弾道ミサイルの登場は見送られた。ロシア連邦院のワレンチナ、マトビエンコ議長とモーリタニアのムハンマドウレド、 アブデルアジーズ大統領のほか、キューバ、シリア、レバノン、パレスチナ国、ウガンダ、南アフリカ共和国の代表団が出席した。中国共産党中央委員会総書記の習近平は北朝鮮公式訪問中の9月9日に出席する予定だったが、キャンセルし、全国人民代表大会のクリセン書委員長を送った。アメリカのドナルド・トランプ大統領は ICBM が、 登場しなかったことを念頭に、朝鮮半島和平プロセスの成果として強調した。9月9日の深夜にかけて、建国73年を記念する民間及び安全武力越平式として開催され、軍民、内務、準軍事組織によるパレードが行われた。このパレードには、朝鮮人民軍の地上部隊や関連する重火器も登場せず、各地の労働者や労赤衛隊の部隊が、 登場した。その他、平安消防隊、高来航空、鉄道省、金策製鉄所、木川レンガ機械工場、江南肥料団地、楽園総合機械企業、千里場鉄工団地、竜城工業団地、順川地区青年石炭工業団地、平安の金正都市繊維工場、保健省、国家科学院、文化関係者、金日清総合大学、 金作工業総合大学などが参加した。国旗を持ったパラシュート隊が、金日星広場に降り立ち、複数の航空機がフレアを発射しながら、広場の上空を飛行した。金正恩は演説を行わず、当政治局員、当選連戦道部長、勤労団体部長の李旗官が演説を行い、当政治局常務委員、組織担当初期の徴用元が、参加部隊の差別を行った。 朝鮮労働党総県民に開催されたパレード朝鮮労働党の決闘50周年を祝うパレードは金正日が指導者となって初めて行われたパレードで式典の中で最高人民武力部長が基調演説を行った労働党決闘55周年を祝うパレードが行われた労働党決闘60周年を祝うパレードが行われた朝鮮労働党 創立65周年を祝う軍事パレードでは、金正日総書記の後継者である金正恩が初めて登場した。金正恩が朝鮮人民軍大将や朝鮮労働党中央、軍事委員会副委員長に任命された2週間後のことである。これらの動きは、金正恩の次期指導者の地位の確定を示すものとして見られていた。今回は、 外国の報道機関の取材を完全に許可した最初のパレードであり、前例のない決定であった。朝鮮人民軍総参謀長の李栄光が基調演説を行ったこのパレードでは S-300 や h q 9にいた地対空ミサイルが登場した。パレードでは、金正日、決死用語、金正日、一心団結、というスローガンが昭和された。このパレードは、 メルセデスベンツ600が関越者として用いられた最後のパレードであった。朝鮮労働党の70周年を記念して行われたパレードは前夜に発生した雷雨のため開始が数時間遅れた。無人航空機や弾道ミサイルなどの新兵器が登場しなかったこのパレードには中国共産党中央初期ところ常務初期の劉雲山が同席した。パレードのしばらく後、 朝鮮労働党第7次大会の開催が発表された。2020年に朝鮮労働党創立75周年を記念して行われたこのパレードは国内で新型コロナウイルス感染症が流行していると見られるにもかかわらず開催され、多くの出席者やパレード部隊、観客にマスクを着用している者がいないことに注目していた。このパレードには 金正恩国防大学が初めて参加した。学長がパレードの準備を担当し、関連する経験を持つ退役軍人が金正恩国防大学学生隊の騎手を務めた。パレードのために、近日生広場の越平台の改修が行われ、それまでパレードに用いられていた越平台に代わり新たな大理石製の越平台が設置された。また、それは真夜中に開催された。 最初のパレードであり、朝鮮人民軍の行進におけるフォーメーションとして、ソビエト式のガチョウ足シが復活した。多くの将校は2017年に導入されたロシア軍の軍服に類似したデザインの新たな儀礼用制服を着用していた。新しい制服は1945年、モスクワ戦勝パレードで使用されたものにも共通性が見られた。さらに、 長年用いられた古典的なデザインに変わり、デジタル名彩を特徴とする新たな戦闘服がデビューした。大規模軍楽隊はパレード開始の際、10.10 10、1945、2020という数字を形作るドリル演技をしながら演奏した。このパレードで最も注目されたのは、兵器の隊列の中に2018年以来初めて登場した 液体燃料式 ICBM4 機であった。また、このパレードではこれまで見られなかった新型の主力戦車も登場した。祖国解放記念日と祖国解放戦争勝利記念日に開催されたパレード、1949年の解放記念日のパレードは朝鮮民主主義、人民共和国が建国されてから初めて行われたものである。パレードは解放4周年を記念して、 ピョンヤン駅前で開催された。朝鮮戦争終結後の1953年からパレードが行われるようになり、1960年まで毎年続けられた。1960年のパレードは解放15周年を祝うもので、それ以降1985年までパレードは行われなくなった。解放40周年記念式典の一部として、 行われたパレードには当時ソビエト連邦閣僚会議第一副議長であり、ソビエト連邦の崩壊後にアゼルバイジャンの大統領となるヘイダル・アリエフが出席した。北朝鮮の国産自走法がパレードで披露された。その他にも、金正日、ゴシンウ、バシーリー・ペトロフ元イなどが出席した。このパレードは朝鮮戦争休戦0周年を祝うために初めて行われたもので、 その後の20年間は休戦記念パレードは行われなかった。メディアを再生する2013年7月27日の戦勝パレードに登場した弾道ミサイル休戦60周年を祝うパレードは中国と北朝鮮の大役軍人団体の代表や習近平の代理として中華人民共和国副主席の李源次夫が出席した。また、 中国人民志願軍として北朝鮮側で戦った中国人志願者も参加していた。理福出席以外には以下の要人が出席した。このパレードで労働党政治局員の宇藤則が17ヶ月ぶりに公の場に姿を見せた。朝鮮人民軍総政治局長の蔡竜会が基調演説の中で経済建設と国民生活の向上の優先する国家にとって 平和な環境は重要であると述べた。パレードの中でアメリカ製の MD500 ヘリコプターが登場した。太陽節と光明母子節に行われたパレード2002年のパレードは近日清生誕90周年を記念して行われたもので21世紀になって初の太陽節パレードだった。この日のパレードは主として民兵が行進し兵器の隊列はなかった。 2012年は、金正日総書記の生誕70周年であった。金正日の死と国葬の後、彼の誕生日が国家の祝日とされた上で初めて行われたものである。金正恩が北朝鮮の最高指導者としての立場で臨んだ最初のパレードであり、金秋山太陽宮殿の前提で行われた。2012年は、金日清生誕100周年であった。 その年の太陽説のパレードで北朝鮮の最高指導者となった金正恩が公の場で初めて演説した。朝鮮人民軍はこのパレードで KN-08 や無人航空機を初めて公開した。BBC のジョン・サドワース記者は兵士やロケット弾が通過するときに地面が揺れるのを感じることができたパレードと表現している。兵器アナリストのマルクス・シラーは 大陸間弾道ミサイルの登場とその外見に驚きをあらわにした。彼は以前に見たそれの4分の1の大きさであったと指摘している。金正恩は指導者に就任後初の演説を20分間に渡っていった。戦軍の旗を高く掲げ最後の勝利に向けて力強く戦っていこうと題されたこの演説は最後の勝利に向かって前へという歌の歌詞の元となった。 2017年に近日成生誕105周年を記念したパレードが行われた。平壌で行われた生誕105周年記念パレードでは暗視ゴーグルやボディアーマーなどの近代的な戦闘装備を身につけた朝鮮人民軍特殊作戦軍が朝鮮人民軍の一部として更新した。朝鮮中央テレビはこの新部隊を アメリカ海軍の特殊部隊であるネイビー・シールズと比較しライトニング・コマンドスという名称で説明した。このパレードでは北極星2号と火星12が初披露された。グリゴレ・ノバクが率いるモルドバ共和国社会党の代表団をはじめとした世界の社会主義政党からの代表団が出席した。このパレードでは初めて更新する軍部隊の名称及び 指揮官名がアナウンスされた。2021年1月14日に朝鮮労働党第8次大会を記念してパレードが行われた。それは夕方の6時頃に始まり2時間以上続いた。このパレードでは国防省の金政官大将が基調演説を行い朝鮮労働党中央軍事委員会副委員長である李ヒの江鉄元水は官閲官を務めた。 パレードの主役となったのは、朝鮮人民軍が世界で最も強力な兵器と宣言した新型の潜水艦発射弾道ミサイル、北極星5号であった。しかし、大陸艦弾道ミサイルは登場しなかった。翌日、大韓民国軍合同参謀本部が、平壌中心部におけるパレードの兆候を察知したことを発表したことを受け、朝鮮労働党宣伝戦動部副部長の金、 またえただしが1月10日深夜に北による軍事パレードを補足したという無意味な発言をしたことについて韓国を気持ち悪いと非難する声明を発表した数日後にはパレードに登場した兵器と関連した情報を分析していると述べた日本の岸忍防衛大臣の声明を批判する別の政府声明が発表された。 1972年6月6日、北朝鮮北東部の国境地帯にある両行道へ山市で、平壌以外では初めてとなる特別パレードが行われた。これは、東北抗日、貫根軍の支援を受けた朝鮮人民革命軍が、普天軍に拠点を置いていた日本軍を撃破した普天保の戦いから35周年になるのを記念したものだった。パレードには、 金日成と後に日成の後継者となる金正日が出席し、道の労働党初期が司会を務めた。また、江山広場で行われたパレードでは、党中央委員会委員で後に総政治局長に就任した理由部が演説を行った。ありがとうございます。